これはトーマスケネディ、ただケネディと名古屋の8番張本が激しくやり合っています。ここは1対1の勝負、ケネディがここからのシュートは決まりました、うん、広島狙ってましたね。ケネディ選手で最初のオフェンスを攻めようというところでチームオフェンスを見せています。ショットクロック残り3秒というところ、ゴール下に入った安藤のシュートは、あー、タフショット、難しいシュートになりましたけども決めました、はい、司令塔の田渡から田中、もう一度田中に戻す、田中がここからのスリーポイント決まりました。おお、遠かったですけどね、いわゆるディープスリーポイントシュート、荒尾を使う、荒尾のスクリーンを使って田中誠也、ただここはターンオーバー、名古屋の小林がボールを持っていってそのまま行きました。あ、これは広島がゾーンディフェンスでしょうか。ちょっとスイッチが起こりましたね、はい、あーっと浅山、浅山選手3連続スリーポイント、エアーズとトレーラー、張本にボールを渡して中にはトレーラーが守っている、いやー、そこはねじ込んでいきました。張本選手ねじ込みましたね、はい、まあ、どういった攻め方をしてくるか、トレーラーからケネディ、ケネディ対中東というところ、シュート決めてバスケットカウントワンスロー。2番の中東対このトーマスケネディのマッチアップ、身長差で岡崎さん10センチケネディが有利なんですよね。スクリーンを使ってピックアンドロール、あっと、ここは名古屋守りました、ライオンズが1人でダンク。そうですよ、ここまで活躍できるというふうに思ってませんでしたので、本当素晴らしいですね。あっと、なんかカットインの動き、ファウルがありました。素晴らしいプレーでした。広島はこの第3クォーターポイントが伸びていません。第3クォーターに入ってここまでは2得点、ゴール下エチェニキに入れるダブルチームを、弾き返すエチェニキのこのゴール下の強さ。指示を出してトーマスケネディ、シュートは打たない、浅山シュートフェイクを入れて外、岡本のスリーポイント、すごいですね。ショットクロックギリギリでこのスリーポイントをねじ込みました。ゲームを作っていく、広島の方はしっかりディフェンスをしてですね、自分たちの流れを持ってくることが重要だと思いますね。しっかりディフェンスをしてというところですね。さあ、ゴール下はどうだ。まず名古屋がポイントを取りました。さあ、広島は守りたいところ、名古屋はここでさらにポイントを重ねたいところ、あっと、ジャスティン・バーレルのダンク。早いタイミングでシュートも打ってますが、慌てる必要ないと思うので、ただここはミスが出ました。バーレルへアリュープダンク。たまらずタイムアウトは広島、堀田ヘッドコーチです。バーレルからさあ斉藤が持ちます。斉藤がこのドリブルを、あっと、シュート決まりました。バスケットカウントワンスロー、よく決めましたね、斉藤選手。今ブザーが鳴りました。74対94、名古屋今日は20点差で勝利ということになりました。